大崎八幡宮松粉砕仙台裸参道を行く、雪の日の仙台裸参り -2013。大崎八幡宮松粉砕仙台裸参りは、宮城県仙台市の伝統行事。一年のうちでも最も寒い時期に、晒しに、草履やわらじなど裸に近い格好で神社に、参詣する。仙台裸参りは、大崎八幡宮の松ふんより広まったとされる。 宮城県下のドンと祭りとの関係が強く、県内各地でも裸参りが行われている。仙台裸参りは、南部当時をはじめとする酒造業にその起源があると考察されているが、20世紀後半以降は、酒造りの職人から一般市民へと参加者は変化し、企業、大学、病院職員、教員、介護職員、団体などへと広がりを見せている。 裸参りの参加者は、1992年の200、団体、7500人をピークに、その後は100団体前後、3000人前後の規模の参加となっている。2021年は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、最も規模の大きな大崎八幡宮松分祭でも、参加申し込み者が、前年の約3000人から50団体、368人に、 激減し、県内の他地域では中止するところもあった。カエ年間、仙台年中行事へ巻き、正月風俗から、仙台主限に、木下役師の艶記念最新のことは3月にあり、同等のまずはここに出す正月7日の夜諸人軍を、なして木下役師に再すゼを7日同等うんつやする者、大塩ごもりという観光薄着寝を着て参る者ある、裸参りというとある記述が、 仙台周辺の裸参りの書室とされる。1849年観光の二世純者19、大内乱道中膝栗毛第4編に掲載された仙台の年中行事の中には、15日、大崎入り、旗宮14日夜より、三景群衆この日、門松をいる旗の車内にて、噴出るなり、という記載がある。さらに、 1850年頃成立と推定される、仙台年中行事絵巻の正月風俗の図には、しめなあと、八巻だけの男性三人の絵と、裸まうてという中書きが記されており、これらの資料から1840年代後半には、裸参りが実施されていたと考えられている。仙台年中行事絵巻の絵にある桶に書かれた、菅原が国文庁にあった、作り酒屋、 菅原屋と推定されることなどから、2006年の仙台市教育委員会作成の資料では、裸参りをしていたのが酒屋、または当時であることは、ほぼ確実であろうと見られていると記している。前期仙台市教育委員会資料は、仙台では14日から暁月かけて、大崎八幡宮に、松粉祭を執行され、道も車も渦丸ばかりの盛況である、 中にも数百人の裸体参りが心霊を鳴らして、雪を踏んで寒中の中を進むのが、微勢よく見られる。これらを、赤月もでというている。という郷土資料の記述から、酒屋の安全祈願であった、裸参りが、赤月もでという民衆集族と集合した、参拝行事の一形態と化していったとしている。大崎八万宮の松噴祭は、おごそかに進められる神道的儀礼を中心にして、 鮭が深く関わる、祭礼行事であることが明らかである。しかし、それとともに、暁参りや裸参り、古くは鳥追いなどの形で、周辺住民が多数関わる、民族的要素から成り立っていることもまた事実である。参詣者が持参した締め縄、松飾りを境内に積み上げて役松粉祭は、西日本における、詐欺町、お祭藤焼島と同じ性質の行事と、 考えられているが、宮城県に関しては、近世以前に同様の祭礼がほとんど確認されないため、ほとんどが大崎八幡宮のドンと祭りを起点として普及したと見られている。裸参りには、裸型の人々が、神聖性を伴うほど、来訪進化、マネビと化している側面が感じ取れる。そういう意味においても、今や裸参りは、大崎八幡宮の松噴には、 欠かすことのできない貴重な民族収族となっていると考えられる。前期の通り1850年頃、仙台年中行事絵巻に描かれた裸参りの男性は手造業に携わっていたと見られている。菊池勝之助、仙台郷土事物紀元寇8月初版には、仙台年中行事絵巻に載せてある裸参り姿は、今より約104年前。 仙台城下国分長主城や菅原屋が醸造の安全を祈願された際のものであるという、と記載している。平成16年版大崎八幡宮のドンと祭りのパンフレットドンと祭り裸参りのご案内では、250年余りの歴史を持つ全国でも最大級の正月神送りの神事である大崎八幡神社の松粉祭裸参りは、 神々が神の国へ登られるための炎を目指し、玄関の中、裸で参られるものですが、前日の通り、館の仕込みに入る酒当時の新酒祈願のための神詣でありました。と記している。長らく、大崎八幡宮の金傍に位置し、宇治子総代として神社の運営に携わってきた、天正酒造は、大崎八幡宮の裸参りとは、特別に緊密な関係を持ってきたとされる。 佐藤正也は2000年の宮城県文化財調査報告書第82週宮城県の祭り行事掲載の大崎八幡宮のドンと祭りにおいて下記のように指摘した。なお、現在、南部当時の里、岩手県市は町の市は八幡宮や森岡市、森岡八幡宮には裸参りの行事が伝わっている。文化年間以降には当時、蔵人が 仙台地方へ、冬場の出稼ぎに来るようになるが、大崎八幡宮の松噴祭における裸参りが、これらの南部当時、蔵人たちによって広められたのではないだろうか。佐藤正成、宮城県教育委員会、二千天章酒造の蔵人の多くは、石鳥屋町の北部に位置する市和町と、隣接する八幡町からの出稼ぎ労働者で構成された。 岩手県市和町の市和八幡宮では、古元実祭と合わせて、町の酒蔵や、醤油蔵に勤める若者たちが、醸造安全を祈願して、裸参りを行ったと言われている。市和町は、石鳥屋町と並んで南部当時の里として知られている。このように、南部当時の伝統行事として、新酒奉納のための裸参りの習俗があったことが、知られている。 大崎八幡宮の正正月の裸参りの起源について文化年間以降に南部当時、蔵人が仙台方面へ冬場に出稼ぎに来るようになり、これらの人々が大崎八幡の待つ噴祭において裸参りを始めたのではないかとの推察がある。同じく裸参りは作り酒屋の当時連中がすっぱだかの腰に締め飾りを下げただけで鈴を鳴らしつつ、 カンをついて参拝して、醸造祈願をしたのが始まりであるとしている。現在のシワ町青年団、高橋和弘会長によると、シワ町でも古くより裸参りが行われており、戦時中一時中断するも青年団の古参より、伝播され、現在も続けられている。天正裸参り絵巻、平山露光作マイナス1941年1941年に、 平山露光により描かれた天正裸参り絵巻には1940年及び1941年に大崎八幡・宮松粉歳の裸参りに参加した平山露光自身の目で見た裸参りの様子を知ることができる。以下絵巻中解説文。前期の起源から仙台裸参りの正当な作法は手造業者によるものとされてきた。しかし、 1960年代以降に、酒造業とは関係のない各種団体が宣伝を兼ねて、参加するようになる一方、日本酒消費量の減退に伴う酒造業者の減少が続き、宇治子総代だった天章酒造も川崎町に移転したことで2004年を最後に裸参りに参加しなくなった。このため、酒造業者の作法の伝承を目的に2006年からは、市民有志による、 仙台伝統裸参り保存会が結成されて裸参りに参加している。保存会は使用する道具類を天章酒造より借用している。また、1992年には伝統的な様式の参拝者が減少した大崎、八幡宮から近隣の別の神社に参拝先を変更した酒造業者がいたと地元市の河北新報に報じられている。ありがとうございます。